杯の神様、七神神社。いや、これは参拝するでしょう。おっぱいの神様だよ、だって。どうしようかな。これ上に行ったらこれ駐車場あんのかな。なんかもう半分ノリで、不思議な重力っていうか非常に強い重力に惹かれてやってきてしまいましたが、神社駐車場。あ、これね、このおっぱいの神様だけで動画一本作れるね。駐車場、駐車場と書いてあるんで、よし、止めていこう。函館ナンバーだ。札幌ナンバーだ。やっぱりね、みんなおっぱいとご縁ができますように、七神神社にお参りに来るんだな。はい、それではですね、おっぱいの神様、七神神社、参拝したいと思います。神社からはですね、浦幌の街が一望できます。それでは、おっぱいの神様、本殿の方に行きましょう。駅現地調査シリーズはね、やっぱり順々にやっていかなきゃいけないけど、こういうのはね、先に配信できました。ああ、浦幌の街が一望できます。これはなんだ？これは浦幌神社。こっちがあれなんだ。メインの神社なんだ。やっぱりね、まずはメインの方に参拝ですよね。夫婦桂伏見稲荷神社、神集内神社、勝負守護神。二礼、二拍手一礼でしたっけ。ああ、二礼。二拍手一礼と。YouTuber として成功しますように。ここにですね、蛾が止まってる。大水庵。というわけで、次はですね、七神神社行ってみましょう。ここに由来が書いてあります。鏡があります。鼻の下伸ばすなってことかな。二礼、二拍手、一礼と。おっぱいの谷間に顔をうずめられますように。父石、自然石。七石に触れると七神様のご神徳が授かります。あ、すごいね。これ自然にできたの。削ったんじゃなくて。すごいですね。まあ触りたくなるよね。みんな触ってるのか、ここだけ色がねついてないというですね。胸の小さい人の胸が、おっぱいが大きくなるようにお祈りをしておきましょう。これは何なんだろうね。乳頭なのかな？乳首なのかな？
水子神社もね、あります。お守りも売ってます。おみくじもあります。円満石、ここ結構なんか丸い石がよく取れるんでしょうかね。やっぱり十勝川が近いから、丸い石が多く取れるかもしれません。それでは本業の駅現地調査の方を再開しましょう。